先ほどですね、10分前に大津彩香被告の裁判判決が出て、昨年5月10日大津彩香、そして大川博士、そして黒川敦彦3人で記者会見を開いてですね、私が逮捕されると、まあ犯罪をしていると、背任とかでろと言ってましたかね、警察と一緒になって捜査しているということについての判決が出まして、40万円払えということでございます。まあ、裁判全体で見たら高いかな。もちろんこれ本当に逮捕されるぞとかって、1年以上ですね、1年3ヶ月、まあ、こういう嘘を流され続けて、まあ、それの対価が40万円は安いかと思うんですが、まあ、いずれにしても金額ではないです。もう、まあ、相手がね、これも豊田弁護士、私これ本人訴訟で戦っています。これで、弁護士相手に5勝と、まあ、昨日かな、連勝記録が止まっているんですけど、これは私が被告のもので、で、まあ、これブランコ弁護士に申し訳ないです。私が、裁判をしたわけではない、ということ、まあ、被告ということを考えたときに、まあ、私が原告でですね、その訴えていった相手5人、連続で勝っているということになります。私自身に対するやっぱり名誉毀損は認められるし、まあ、昨日か一昨日かな、大津が勝った裁判もですね、これは逆に言うと、私が大津に対して書いたツイートが、やっぱり違法だと認められたということなんですね。つまり、名誉毀損された側が有利な判決が出続けてるということです。つまり何が言いたいかというと、まあ、私に対してだけじゃなくて、インターネット上で、他人の、まあ、悪口や誹謗中傷をするとですね、簡単に損害賠償請求の命令が出るということを意味していると思います。ということでね、今まで大津の裁判、10万こっちが勝って、10万こっちが負けて、で今度は40万円勝ったというところで、あと新規で3件、これから大津と裁判していきます。こういうことをしてて本当にいいのかどうかっていうのは疑問ですけども、ただ、やはり、間違っていることは間違っている。まあ、大津氏自身、またどうせ控訴するでしょうけども、まあ、時間を稼いでるだけですよね、大津さんはね。だから、まあ、僕自身、買ったということで、別に、まあ、有頂天で喜んでるっていうわけではなくて、この先、本当、どうしていくべきなのかなと。誹謗中傷を繰り返す人たちは、どうしてももう繰り返していくんですよね。で、僕自身も、今も、これ、昨日ですね、裁判資料作ってますが、服部治という人物が私の誹謗中傷したんで訴えたらですね、裁判所にまあ喜んで出てくるわけですよ。ウェブでしたけどね。で、見てるとですね、この信時という人物がですね、服部の部下がですね、告訴状まで出してると。で、立花が政治資金規正法違反だとかって書いてるんですけども、もう明らかに虚偽告訴なんですよ。で、嘘をつこうとしてるっていうよりもただ単にバカなんですね。調べていったらよくわかるんですけど、前で細かいこと言いませんけども、バカすぎて自分がなんか寄付してないとか、寄付をね、もらってないとかって、書類調べたら全部わかるんですよ。で、まあ、調べるのめんどくさいなと思って調べたら事実は全部判明したんですけども、まあ、いずれにしてもですね、まあ、しばらくは裁判続けます。ちょっとこの裁判を続けてみた結果どうなるのかっていうのを、僕の中で答えが出るまでやっていきますけども、まあ、しばらくはこのように、誹謗中傷している人に対して裁判をしていきます。今回は去年の5月に発言した内容が判決が出て私が勝ちと。で、今日は新たにこの信時っていう人物を被告としてですね、裁判を提訴していこうというふうに思っています。まあ、いずれにしてもですね、裁判勝って僕が嬉しいのは、僕の支援者が本当に喜んでくれると。これ、みんなの勝利だと思うんでね。やっぱり立花さん間違ってないじゃん。間違ってないな。間違ってないでしょうって言えることが、すごく、そこはすごく嬉しいことなので、支援者の皆さんのですね、喜んでる姿というか、ことを想像するとよかったなと思います。いずれにしても、豊田弁護士相手にですね、本人訴訟で2勝目ということになりましたので、取り急ぎご報告させていただきました。NHK をぶっ壊。